近ペットボトルの需要が増え、リサイクルの重要性が増大しています。ここでは年間1万数千トンのペットボトルが全国の自治体を通して運び込まれ粉砕され、ペット樹脂ペレットというリサイクル原料が作られています。まず運び込まれたペットボトルは異物を取り除くための工程に入ります。この工程では光と風を使ってペットボトルの選別をしています。一般の廃棄物として集められたペットボトルは最終的には人の手によって選別をしなくてはなりません。ここで粗く砕かれたペットボトルは一旦袋詰めされて次の工程へ運ばれます。そして熱溶融されたペット樹脂は美しい線状に姿を変え、冷却水の中を通り冷却された後、およそ2ミリほどの大きさにカットされ、ペット樹脂ペレットの完成となるのです。数年前までは日常よく見るプラスチック製品へとリサイクルされるのが一般的でした。1998年、ある技術者たちがリサイクルペレットを使って粉体塗料を作れないかという挑戦を始めました。もともとですね、今回私どもが開発したペットボトルをの原料をですね、粉体塗料化しようというものの開発の発端となったのはですね、従来から実はポリエステルの粉体塗料というのはたくさんありました。でその中でポリエステルを原料とした粉体塗料というのは大変耐光性、それから耐暴食性等に優れているということで、我々も新しい塗料を開発しようと、そういう防性効果の高い塗料を開発しようということで開発をスタートしました。で1年ほどで、大体目処が立って、これでいけるぞという段階になった時にですね、開発者が、最近ペットボトル、これのリサイクルっていうのが話題になってますよと、これも原料になるんじゃないでしょうかということで、我々の方に提案が上がりまして、じゃあ早速それを試してみようということでですね、時流にもう乗っているということで、スタートしたということになります。当時ペット樹脂を塗料原料にするための粉砕機はありませんでした。まず従来からある先端式粉砕機を使って一次粉砕をすることにしたのです。ペット樹脂というのは大変強靭な樹脂ですので、粉砕が非常に難しいございます。で、それをですね、粉砕しやすくより微粉にするために、結晶化という処理をするんですね。でその結晶化を均一に起こすためにですね、粗粉砕を行います。現在は後で熱処理する際にですね、熱処理の条件、これをいろいろと模索しているうちに、ペレットのままで、熱処理をしてもですね、結晶化は起こると、均一に起こせるということが最近分かりましたので、最近は素材工程を除いて直接結晶化を起こす熱処理工程の中に入れるという形をとっています。なかなか思った微粉にならない。それと最も重要なのは、粒子の形、これが丸くなくてはいけないということもありましたので、その前に、その後にですね、新しいテーマとして何とか丸い粒子ができないか、それとスパイラルミルでもっともっと細かい粒子ができないかということで、やったのが、結晶化の技術です。あえて、着色し、そして変性アロイ化した樹脂を、熱処理しまして、結晶化をあえて起こさせて、そしてもろくしてですね、粉砕するという技術を、開発いたしました。これも我々の特許の一つになっております。希少質であるペット樹脂はそのままでは砕きにくく製品にはなりません。そのため
熱を加え、あえて結晶化させたものを砕くという実験を重ねることになりました。この処理をなさることによりまして、先ほどの粗粉砕を省略できると、はい、そうですね、はい、先ほどの粗粉砕を行って、まあ、初期の段階では、結晶化を起こさせていたわけなんですが、はい、最近はもうペレットのままで結晶化を起こしさせて、次の工程に微粉砕に持っていくような形を行っております。でこれはもともとですね、ペット樹脂そのものが大変強靭で、はい、粉砕性が悪いと、はい、でなかなか微粉にならない、ということなもんですから、まあ、私どもの社内のですね、開発者が、アイデアとして、まあ、少し結晶化を起こせば脆くなるんじゃないかということでですね、はいはい、あえて結晶化を起こさせて次の微粉砕工程に、持っていくと、まあ、これを行うことによって、まあ、150ミクロン以下とかですね、はい、そういうペット樹脂としての微粉砕ができるようになりました、はい、それとまたまあ、細かくなると同時にですね、粒子が大変こう、なんていうんでしょう、樹脂の場合には先端で粉砕しますから、はいはい、どうしても形状が悪くなってしまうんですよね、はいはい、ですけども結晶化を起こさせるとですね、割と丸みが出て、そして粉体塗料としての流れっていうんですか、粉の流れ、これもかなり良くなってきたという二次的な効果も出ております。はい、どうですか、これは非常にいい開発をされましたね。そうですね、これは特許を取らせていただいております。あ、そうですか、これは一番苦心された開発ポイントはどういうことでございましょうか。そうですね、やっぱりとにかくペット樹脂が粉砕しにくかったというところですね、はい、でこの結晶化を起こさせることによって本当に今までこう、まあ、前へ進むことができなかった部分を一気に解決できたというのが大きな特徴、メリットだと思います、はい、でこれもですね、うちの開発者が実は粉砕機の中で粉砕をしておりました。そうしましたらば、ペット樹脂がですね、粉砕機内部で溶融して、溶着してしまったんですよ、はいはいはい、でそれを剥がして、手で折ってみたらですね、もろ、まあ、に簡単に折れたということで、おい、これならば、まあ、これは結晶化を起こしてるんだろうということでですね、これならばあえて結晶化を起こせばより細かくすることが可能じゃないかということで、もう本当に思いつきで発明したようなアイデアです。現場技術者の調理ですね。そうですね、はい。結晶化されたペットペレットは次の微粉砕工程へと運ばれ、微粉砕機の投入口へと入っていきます。こちらがですね、先ほど結晶化して、はい、それでより微粉にするための微粉砕システムになっております。はいはい、でまあ、こちらがですね、その微粉砕システムの、原料ホッパーでございましてね、こちら、そうですね、はい、容器ですね、はい、こちらに、先ほどの樹脂を入れて、はい、そして、この下1階になるんですが、はい、そちらに定量供給がございます、はい、でその定量供給機で、粉砕機の方に、定量的に供給して微粉砕を行うというふうな、これが微粉砕装置の最初のシステムになるわけです。最初の導入の、はい、はい、ペットボトルそのものが大変こう強靭な樹脂でできています。ですから塗膜として性能が優秀なだということは間違いないわけですが、その分ですね、微粉化が大変難しいございました。で、粉体塗料というのは、細かく微粉化しないとですね、やはり塗装後塗面、塗装の面ですね、これが平滑性が出てこない、まあ、デコボコになってしまうということですね、単純に言えば。でそれをきれいに平滑な面を作るためには微粉の粉体が必要であるということで、微粉化技術も我々にとっては大きなテーマとなりました。そしてここで、まあ、粉砕機も開発しようじゃないかということで、ペット専用の粉砕機ということで、スパイラルミルというものを開発いたしました。先ほど2回でご説明いただきました。そして技術者たちはペット樹脂ペレット専用の粉砕機開発に成功したのです。粉砕と分球を繰り返し行うことにより、均一さを求められる塗料原料に最適な粉体作りが可能となりました。今私たちがここにいる場所がですね、はい、微粉砕機の据え付けられた場所になっておりまして、はい、先ほど原料ホッパーに入れた樹脂がございますが、その樹脂がですね、こちらにある、定量供給機、はい、これで、定量的にですね、粉砕機、微粉砕機の中に樹脂が送り込まれていきます、はいはい、そしてこちらにあるこれがスパイラルミルと申しましてですね、はい、微粉砕装置です。これはペット樹脂、先ほどもお話しましたけども、大変強靭で粉砕しにくいと
ということで、なかなか微粉砕できる機会が世の中標準的にありませんでしたので、はい、私どもがですね、まあ、このプラントを組むときに、独自に、開発いたしまして、それで、まあ、ここでペット樹脂の専用の粉砕機としてこちらに据え付けたものです。まあ、これだけではまだ十分粉砕が行われませんので、はい、もう一つこちらにあるようなですね、分球機、これを使いまして、まあ、総粉をカットして分けるわけですね。そうですね、はい、で微粉分を製品として、はい、そしてその粗粉はもう一度こちらにある2段目の同じようなスパイラルミル、これは基本的に同じ装置、同じです、基本的には同じですが若干粉砕条件は変えておりますけども、はい、そして2段粉砕をして粗粉をもう1回粉砕して、で分球機でもう1回分球して、微粉だけを取るというふうなシステムになっております。でこれで、大体150ミクロン以下程度まで粉砕を行うということです。こちらが分球機でございますか。はい、こちらがですね、はい、微粉分球機になっておりまして、はい、先ほどご案内いたしました微粉砕機から出てきた粉体をですね、この分球機に吹き込みまして、はい、これを取ってくるわけですね。そうですね、はいはい、そして微粉側をカットいたします、はい、でカットされた微粉はこちらから排出されてですね、バグフィルターで囚人され、そして粗粉側、はい、これはそのまま下に落下いたしまして、はい、表面処理のところに流れていきます。先ほど粉砕機から出てきましたのが150ミクロアンダーです、はい、そしてこの分球機で60ミクロぐらいの微粉をカットして、はい、その温分を製品とするという形にしております。はい、で、まあ、先ほどもお話ししましたように粉体の大きさとか、はい、形状というのが粉体の流れに大きな影響を及ぼしますので、まあ、微粉をカットすることによってですね、はい、よりより粉体が流れやすく流れやすい粉体にするということで、まあ、よりグレードアップした粉体を作るという目的で微粉カットをいたしております。はい、技術者の日々の研究開発の結果、あえて結晶化を起こさせ微粉砕分球を繰り返し行う粉砕分球機を使うことにより、リサイクルペットを原料としたより質の高い粉体塗料原料を作ることに成功したのです。そして彼らの粉砕技術は超音速の風を使い1ミクロンまで粉砕することも可能にしているのです。今こちらで見ていただいてますのが、はい、ジェット気流粉砕機でございます。はい、まあ、先ほどの粉砕機同様ですね、原料ホッパーの中に、投入されました原料が定量供給を使ってですね、はい、ジェット気流粉砕機の中に、定量的に送り込まれます。はい、どのくらいのサイズまでできますか。そうですね、ものによりますが1ミクロン前後まで粉砕できるものもございます。これは原理的にはですね、今見ていただいているようにですね、はい、圧縮空気、これを、はい、ノズルでですね、粉砕機の中に均等に、はい、吹き込みまして、はい、そして粉砕機内部に吹き込まれた圧縮空気、これは音速を超えると言われています。はい、この中に、材料が送り込まれまして、はい、そこで発生する物流、この中に材料が巻き込まれて、はい、粉体同士がぶつかり合って粉砕するという原理になっております。はい、ペットボトルのリサイクルと微粉砕技術というテーマで、実際にそのような作業をおやりになっている工場で実際の工程を拝見させていただきました。これらの工程の中で、大きさが2ないし3ミリの再生ペットのペレット状のもの、こういうものを原料といたしまして、これを微粉砕していく工程でございますが、まず一のは粗粉砕、粗粉砕工程、それから熱処理工程、それから微粉砕工程と、大きくこの3つの工程で粉砕しておりまして、これらの粉砕後は粉体塗料という製品にされます。でそれぞれ工程では粗粉砕がインペラーミルという粉砕装置を使いまして、微粉砕ではスパイラルミルという装置を使っておりますが、いずれも粉砕機構は石臼の原理でございまして、粉を引くといった作業でございます。粉側では引きちぎられるような先端力を与えて、粉砕しようというメカニズムでございまして、こちらとこちらの違いは、インペラーミルの方が目が粗い、こちらの方が目が細かい石臼ということでございます。でこの中で注目すべきことは、この近くで示しましたが、この
粗粉砕工程、これを先ほどにもお話もありましたように、これを省略できるという技術開発がこの現場で生まれております。これは、まさに現場の改善を心がけて日々努力しておられる技術者のまさに勝利といえるような改善でございまして、この工程一つ除くことによりましてエネルギー的に非常に大きな省力化が達成されております。以上です。